太郎さんハート10個、光栄平さんお疲れ、シエさんお疲れ、帯川さん可愛いありがとう、ベレッタさんマラありがとう、こんばんは。私はねエビフライヘアのつもりじゃなかったけど、 MC 自己紹介 MC で愛子がエビフライって言ってたから、今日からこれはエビフライヘアということになりました。クロスお疲れありがとう、いっくんかわいい2個ありがとう。今日の公演はそうですね、今日の公演の感想を言っていこうかな。今日の配信は公演終わりなんでね、やっぱり今日の公演はですね、前回に引き続き15人での公演ということで、またユニット曲をたくさん出演させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかもう本当に課題だらけだなってすごいね痛感して、帰ってきてからなんか帰ってきてからもずっとなんかね、ってもっと頑張らないとだなって思ってました。もっともっとタムの動画とか見て研究していこうと思います。頑張ります。直樹さんハート10個、黒さんバラ、メタボさんニアとお疲れありがとう、クロさんいいなありがとう、ぼよりさんお疲れありがとう。泣いてません、泣いてない、勝手に出るだけ。みかんさんタワーありがとうございます。スプマンテさん花束3個ありがとう。泣いて、画用紙持ってくる、画用紙持ってきます、ちょっとお待ちくださいませ。ほい、ご心配おかけしました。ロックさんファイト、クワトリさんサル、メタボさんウマ、クラスアイスアイスあげればもう機嫌が治ると思われて、ユータカアイス10個ありがとう、クワトリさんサルありがとう、シンチャーさんハートありがとう、ヒロッチさんファイト、ユータくんクソダマありがとうその通りですよ、この後アイス食べて元気出します。シンチャーさんハート100個ありがとう、もう元気です、すいません、あ待って、違う、画用紙持ってきたのにさその置いたままだったお礼を書くだった。ミヤヒーさんハート100個ありがとう画用紙持ってきて満足して置きっぱなしでした、すいませんリミタールさんアイス5個ありがとうおもろい、みんなアイス食べるね。
なんかもっとね、なんかね、自分が想像しているのとやっぱステージで出るのって違うから、自主練が足りないなって思いました。でもなんか、なんていうんですか、今出せる自分の最大限は出してるから、出しております。全力で、何事もどの曲も全力でやってるんですけど、もちろん見ていただいてる、なんかもっとなんか意識が足りないのかなって思いました。おみかんさん、タワーありがとう。お腹が鳴ってる。おお、なんか今日はサインが滑らかに書けたぞ。10月22日、みちわみ、日暮らしのさ、日暮らしのイラストを描こうと思って描いてるんですけど難しい。はい、おみかんさん、タワーありがとうございます。これは日暮らしです。蜂じゃないです。前回のやつが色がこれだったから反対にしてみた。ありがとうございます。クマ成長して、クマ描くの成長した。ちょっと見て、日暮らしだよこれ。もうなんかリズムの取り方とかはもっとちゃんと音をもっと聞けるなと思いました。また今日はちょっと体をゆっくり休めて、明日からまた頑張ろうと思います。次の公演が11月7日だから、今日が22だから23、24、25、26、27、28、29、30、31、1、2、3、4、5、6、7、私何回これ折り曲げた？指。5、10、15、あと16日あるので頑張ろうと思います。もっとみんなにいいものを見せれるように。タレさん、ハートありがとう。みんな金曜日でさ、お仕事とか終わって1週間終わったって、配信見に来てくれたのに、なんか心配かけてしまってごめんね、ごめんね。ダルサハート100個ありがとう。お疲れ様。ダルサお疲れもありがとう。ヒヨさんハートありがとう。ダルサクスダもありがとう。31も、うん、2周年公演ももちろんです。それはもちろん、もちろんですよ。30お話し会も分かってるよ。僕隊の、僕隊が次がアンピとリネタのセーターって言うだけで分かってます。クロさんありがとう。スタンプとダイさん、かわいい2個ありがとう。頑張る。今日は何話そうとした、何話そうとしたかな。あ、ツイートしました、見てください。髪の毛はさっき冒頭で後ろ姿見せましたが、すごい結構ね編み込んであります。ディミタールさん、クマありがとう。クマ、僕はクマ。サトシさん、ハートありがとう。クマ、クマ、クマ。権利、権利。
聞かなかったことにしてください。秀澄さん、わらじっこありがとう。もう今日はナシゴレンだったんです。お昼ご飯がサッチだった。リハでさ、今日リハでめっちゃなんかフラフラしてて、私めっちゃなんか今日ね、朝まで元気だったのにリハの時フラフラしたんですけど、ちょっとでなんかスタッフさんにご迷惑をおかけしてしまったけど、お昼ご飯食べたら元気になりました。よかった、単純な体で。本番は最後まで元気でした。よかったです。メンバーも公演の合間とかに大丈夫とか声かけてくれてありがとうございました。ナシゴレ美味しかったよ。美味でした。だって今回で3回目のやったで。今日はなさそうだねってリネタンと言ってて、ナシゴレン先輩のリネタンと、今日前回の僕対ナシゴレンだったけど今回ナシゴレンないやろうねって言ったのに、あったんですよ。よかった。コキンさん、ハタジュクありがとう。クロさん、トータありがとう。ワイワイワイ、これはレッスン着です。結構そうです、ダボっとして去年から着てるんです。でもこれなんかね、肩幅がなんか広く見えるよね、この多分この切り替えの部分の問題で。だからたまに着てます。ともちさん、ハートありがとう。今日食べるアイス紹介しようかな。あ、今日ねキャベツも買ってきたんだ。ちょっと紹介するね。ちょっと壁見て待っててください。じゃあ今日もいい壁揃えてますよ。もう立ち上がらない。開けちゃう。よっこいしょ。見てください、今日食べるアイスはこちら、ガトーショコラです。これを配信が終わったら食べようと思います。以上です。そしてよいしょ、今日購入いたしましたキャベツがこちらになります。みんな帰ってきて、はい、いらっしゃいませ。今日購入したキャベツこちらになります。じゃーん、こちらです。キャベツの匂いがする。キャベツです。私の顔の見栄えはあります。キャベツ。実際は同じぐらいだけど。キャベツをこちらをね食べたいと思います。今日は公演前に八百屋さんに行って買いました。公演終わったら食べようと思って。はい、田辺さん、かわいい、ありがとう。キャベツ、ジュー君、かわいい、ありがとう。食べる、この後。今日はもうやめとこうかね。やめとこうかな。どこに置こう、ティッシュの上に置こう。ティッシュの上に置かせてもらいます。キャベツちゃん、どうやって食べるの。焼きビーフンがあるので、焼きビーフンが私すごく好きで、半年ぶりぐらいにやっと買ってきたので今日食べます。明日にしようかな、ちょっとお腹鳴ってる。お腹鳴ってます。おお、これありがとう。こちらこそありがとう。楽しんでもらえたら私もすごく嬉しいです。
また来てください。もっともっとパワーアップして、もっともっと楽しんでもらえるように頑張ります。頑張ります。なんかやっぱ昨日ぐらいからさ、ここのあれが出るんですよね。なかったよね、この間まで。これこっちは出てきた。なんか出ちゃうなんか線出る。あ、生誕 T シャツ、あと2時間後締め切りです。皆さん2時間、お忘れなく。なんだろうっけこれ。お腹がグー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 いってる。お、まだ予約してなかった？あらあら、じゃあぜひ、あのお友達もねお友達も買ってくれたんですよ、昨日。3個にしようかなって。なんか家用と観賞用と、観賞用と家で着る用と外で着る用と3個買うって言ってたけど、結局1つになってた。お、わ、嬉しい、ありがとうございます。劇場で頑張ってる姿を見てファンになりました。嬉しい、やったん、長崎から応援してます。やったん、ありがとうございます。頑張ります。もっと長崎にも活動の様子が届くように。わーい。なんかお父さんが今日朝から朝の6時ぐらいに私今日起きたんですけど、今日ね11時に起きる予定だったんですよ、アラーム。公演夕方からだから、そんな早く、集合早くなくて11時に起きようと思ったら6時に起きちゃったんですねいつもの癖で。でお父さんと LINE してて、なんかお父さんが今バスに乗ってるんだけど、斜め前にいる人が7並べ STU の7並べしてるよって誰推しだろうって言ってました。誰だでもパセリ推しじゃなかったみたいなんか画面が見えたらしいです。二度寝してないよ、ずっと起きてる。今日のレッスンは間違いなく回って、そうだよ、間違いないですよ。ちゃんと記憶に残しておいてください。パセリフォルダに、脳みそのパセリフォルダをクリックしたらちゃんと思い出せるようにしておいてください。クロさん、あなたはありがとう。そう、目の前にいるよって言ってました。びっくりびっくり。だからお父さんも今から七並べするって言うから、私もしたけど当たらなかったですね。朝から、朝6時ぐらい、みんなしてた？してなかった？あ、明日七並べのランキング発表しますよ、夜。よろしくお願いします。そう、私もねよく移動中とかにするんですけど、もう毎回ね電波、私のなんかポケット Wi-Fi 持ち歩いてるんだけど電波が悪くて、途中でねダウンしちゃうよね、私のポケット Wi-Fi ちゃん。すぐ充電がなくなっちゃうんです、困ったことに。お、投げほっぺありがとうございました。すいません、私の投げほっぺで私のでよかったかな。振り向いたら雪梨花がいました、見られてた。オーマイガー、早着替えっぽいし、そうですね、今日も早着替え。でもなんかなんかひまわりの衣装って結構下に T シャツ着て、上にあれ着て、あのジーパン履いてベルトしてって結構作業があるんですけど、なんかスタッフさんにこれ大丈夫ですかねってチェックしてもらったら、なんか早着替えした感出てるよって言われて直してもらいました。急いで着た感が出てるよって言われたのでちゃんとしてもらいました。あと今日はひまわりで合唱コンクールにならんようにと思って気をつけたけど、多分もう途中からもう感情を込めすぎて合唱コンクールだったと思います。私も明日アーカイブで見ようと思います。
合唱コンクールなってた。大吉さん、かわいい、ありがとう。ピスケさん、かわいい。福ちゃん、お化けありがとう。ありがとう。あら、お母さんが T シャツ注文したいって言ってる。あと2時間なんよ。先週からお知らせしたのに。今日は、聞いてください、今日ねメイクして、なんかメイクの手順がなんか忘れてるなと思ったら、下地を塗るのを忘れてて、もう直でファンデーション塗っちゃったんよ。これ塗っちゃって、塗った後に気づいたから上から下地塗っときました。メイクさんに笑われたけど気にせず上から下地を塗りました。下地はね、なんか肌が明るく透明感みたいなのが、これはピンクのね下地なので透明感が出ますね。出してみますか。ちょっとピンクがかっています。これを乾燥しやすいところとかに塗るととてもいいです。そして PA4 プラス日焼け止め効果もあります。とても良いです。化粧しないよって方もこれだけ塗っとけばね、肌綺麗になると思います。カメさん、お疲れ時間ありがとう。こちらこそお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとう。これを塗っちゃったんだよね。あとなんか今日はもうそのナシゴレンを食べないと私絶対もう公演中フラフラになると思ったから、ナシゴレンを食べることを優先してしまったんですね。メイクより、メイク自分でメイクするより先にナシゴレンを食べきってからメイクしたから、あ、やばいやばいやばい、みんなメイク完成し始めてると思ってめっちゃバタバタしてたんよ。そしたら、ま、あの忘れてた。あ、メイクポーチを綺麗に整理しなきゃ。毎日整理してるのにね、毎日ね使うから、毎日さ入れる場所が変わっちゃう。みんなも塗ってみてね、日焼け止めだよこれ。これは YouTuber さんとかアイドルさんとかがおすすめしてって買ったんですよ。やっぱさ、アイドルさんとかってライブとかで汗が崩れないとか説得力があるから、ついね、つい気になっちゃうんです。こんばんは。なんかこれ焼き鳥に見えてきたな、髪の毛鳥皮って感じ。鳥皮に見えない？ちょっとだけなんかこの皮っぽい感じがしない？このブヨンってした感じが鳥皮みたい。もう一回見せとく？後ろ姿最初に見せたけど。オザリン誰ですか？オザキじゃないよ私。オザキ鳥皮っぽい、おいしそう、おいしそうだ。焼き鳥いいね。アンナちゃんの朝のツイート見たよ。鳥焼き鳥、あれか、噂に聞いてた焼き鳥さんはショールームのコメントでアンピーが鳥に焼き鳥って名前つけてるよって聞いたんですけど、ツイッター見たら出てきた。あ、アンナちゃんツイートしてると思って再生したら出てきてた。これかーって。山崎さん、かわいい、10個ありがとうございます。ともちさん、ハート100個ありがとう。カロリーいいね、この髪型。このなんかちょっとここが櫛っぽくてさ、より見えるじゃん。
私は今日は配信が終わったらサラちゃんの佐賀のカフェ紹介を見たいと思います。気になる、どこなんだろう、どこだ、見た、みんな公演終わってツイッター開いたら佐賀県のカフェを紹介しましたって書いてて、見なきゃ、見なくては。ザイズハートさん、ハートありがとうございます。100個ありがとう。いいよねこれ、なんかまとめ紙にもなりそう。え、今日なっちゃんもうやばかった、キュンキュンキュンって感じでした。なっちゃんって、え、いいじゃん。え、今度こうやってまとめてもらおうかな。ちょっとこれは触覚は出しませんよ、こうちゃんとこうくるんってして、いいじゃんいいじゃん、え、いいじゃん、こうやってまとめてもらおう。なっちゃん、でもなっちゃんと今日写真撮ってもらおうと思ったけど緊張して話しかけれなかったです。今日なっちゃんの髪型は前田敦子さんの髪型らしい。私もあれしたいんですよ。ひーちゃん、サルありがとうございます。やったね。クロさん、タコありがとうございます。なっちゃんなっちゃんちゃん、緊張した。今日は誰と撮った、愛子とユナアナとあとユラちゃんがパーセーコーって言って、私が自撮りしてたらパーセーコーって来たから一緒に撮ってもらった3人。なんか私さ、そうユニット中写真撮れないので、公演前か終わってからなんですけど、その公演前はそのさっき話したみたいにあのね、あれなのでナシゴレンだったので時間があんまなくて、私で終わってからもうすぐ着替えたからあんま取れてない。ちょっとお腹が鳴ってる、ずっと、パセコって呼ばれてます。パセコって言われます。あタワータワーちょうど口の高さにタワーがあった。みんなの画面と違うかな、私の見えてる画面、私はここにタワーがある。なんかね、ゆらちゃんとのペアあんまりそんなないんですけど、竹内先輩ぐらいなんですけど、あのね、なんだっけ、ランランランかな、ランランランで、なんか上手と下手で結構離れた場所で新芽なんですよ。めっちゃ目合う、いつもアイコンタクトってます、ゆらちゃんと。そして今日の影穴ゆらちゃんでした、ゆらこねっと。かわいい赤ん坊なんです。赤ん坊って呼んだ、今日赤ん坊って本人に呼んじゃったもん。いつも心の中でさ、とか配信で赤ん坊って言ってたけど、なんかパセコ写真撮ろうとか言ってきたから、なんかわいい赤ん坊って言っちゃった。言っちゃいました。突っ込まれた、えって。あ、ユナナのメイクはなんかね、ユナナが今日前髪あげてたからこれ貸してあげた、眉マスカラを貸してあげました。でやり方がわからんっていうから、あのこっちの左眉毛だけ私がして、右眉毛は自分で着てた。え、待って、違う、ユナナがねこの間の公演の時からパセリにアイラインを引いてほしいって、いつもアイライン引いてないから引いてほしいって言われたのに忘れてた。今度引く、引いたる。え、めっちゃ可愛いよね、顔が綺麗すぎる。確かにアンナちゃんっぽかったね、髪型。アンピもこの間あんな感じでしたね。はぁ、可愛い、みんな可愛い。ひゃー、あとなんか自分が MC、 自己紹介 MC で吐けた後に裏で着替えながらこうメンバーの MC を聞いてたんですけど、なんかあやぱんが今日の髪型のポイントはってパセリに決めてもらいましたって言ったんですよ。えっと思って、全然身に覚えがなくて、え、本当と思って、え、絶対考えてなくてとっさに思いついたんじゃないのって思ったんよ。けど終わってから
髪型私なんか言ったっけ？って言ったら事前に何日か前にその LINE でこういう髪型パンちゃん似合いそうみたいな感じで斉藤京子さんの画像を送ったんですね。それをやったらしい。だからびっくりした。斉藤京子さんの髪型でした。友達さん、小判10個ありがとうございます。日休みさん、ハートありがとうございます。60個。そうだから忘れてました。あと愛子とも一緒だったしね。え、嬉しい。まさかの日暮らしがさ日暮らし双子コーデなんよ。クロさん、サラありがとうございます。はあ、また泣いちゃう、日暮らしのこと。今日のさっき、ね、今日の配信の最初さ、なんか映像倉庫とかにショールームが上がるとき、今日の配信の最初なくならんかな。やだ、見られるの。あれは泣いてない、勝手に出てきただけだ。自然現象、ちょっと白目向いちゃいました。自然現象です。お、最強ツインテールヤンさん、アイスありがとうね。可愛かったね、ヤンちゃんのツインテール、ヤンヤン。デザイズハートさん、アイス2個ありがとう。ありがとう。泣いてない。でも私泣き虫なんだよ。でも泣かない。なんか嬉し泣きしたいファンのみんなと。それはで、涙は流しません、一滴も。一滴もね。つい、もう、ついね、何時間前とか。1時間前ぐらい、違う。30分前ぐらい。5粒ぐらい。出てました。一粒も流しません。あと今日のね、最後の挨拶の時からヘタレタチョになりました。あれが、曲が、せーの、ありがとうございましたの後の曲が、この間まで独り言だったんですけど変わりました。変わったよ、今日から。リコちゃんがリハの時めっちゃ熱唱してた、めっちゃうまかった。そう、あとゆらちゃんのソロ曲ね、みんな聴いてくださいね。いけこの、あと四国の曲も聴いてくださいね。あともちろん全員曲も聴いてくださいね。もちろん表題曲も聴いてくださいね。ぜひ。声入りたくなる？ぜひぜひぜひ来てください。生誕来てください。いけこう。もう私はまた明日から生まれ変わってニューパセリになろう。もっと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 みんなに成長したねって、なんか私が成長するって言ってるから、みんなもう成長したよって言われるんじゃなくて、やっぱパセリって変わったよねって思われるように頑張ろうって思います。泣かなかった。偉いよ、パセちゃん。ニックネームは変えないよ。セロリとかにはならない。ずっとパセリ。ニューパセリ。ねえ、これやだ、この線。なんかやだ。どうやったら消える？肉をつけるしかないのかな、これ。やだ。これ。出る、現れてくる、求めてないのに。そう、急に現れた、どっかから。わお、生誕祭の時とか髪の毛どうしようかね。ごめん、ゴージャスに。もわもわもわ、お姫様ヘア、それはダメ。逆にストレートヘア、もうそろそろみんなさ、ストレートヘアに戻りそう。もうみんななんかやりたい髪型し尽くして、もうそろそろストレートとかなってそう。
巻き髪ね、そう、私汗かきだから巻き髪をすると汗で全部取れてしまうという恐怖がありまして、だからちょっとここら辺を、今日のゆきりかの髪型も私今日するか迷ったんですよ、あのここの編み込み上げみたいなやつ、激辛みたいなあれをしようか迷って、結局今日ひまわり出しと思って三つ編みにしたんですけど、ちょっと田舎少女感出したくて悩むな。こういうなんかさ、ゆきりかの今日のやつよかった、かっこよかった。まあ一番なっちゃんなっちゃん、でもなっちゃんすいませんって言えないんだってお店で、私と一緒じゃんねもうなんか昨日からなっちゃんにデレデレの人になっちゃってる、ダメダメダメです。これはこの間リンコがしててこんな感じの、だから私今日これいいなと思ったんですよ、そしたらアイコとかぶって、これはリンコのを参考にしました。サコちゃんのツインはあのツイッターで最近よく上がってるサコちゃんの神社に行った時のお寺、神社か、神社に行った時のあのハーフツイン、いいね。クラさん帽子ありがとう。ニンニクね、ニンニク、なんでニンニク急になんかニンニクの話が今日 MC で出ました。ニンニク好きの方はぜひ見てくださいびっくりした、気になった、ニンニク、サボタン可愛かったね今日。今日ユナナに叩いてもらいました、背中。というかいつもはなんかサコちゃんとかヨナヨナに、私のヘタレエピソードなんですけど、本番前緊張するから公演、あのサコちゃんかヨナヨナに叩いてもらってるんですよ、背中をバーンって。結構もっとちょっとお腹鳴っちゃったここで動いたらお腹が鳴っちゃいました、バーンってしてもらってるけど、今日は今日はヨナヨナが自分からこうやって近づいてきた、こうやって来ましただから叩いてもらった、ひゃひゃひゃ、髪の毛、髪の毛たちよ、こっちの方がアリっぽいよ、リコちゃんのアリヘアよりこの方がアリ、服の色もさアリっぽい ね、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 おみかんさん、かわいい肉ありがとうございます。アリ好きなんですか。このまとめがいいね、なっちゃんの見てさらにやりたくなった。私アイドルになる前から、アイドルになったら前田敦子さん の, あの髪型したいって思ってたんですよね。いつかしよう、動きやすそう、あれ首元とか涼しそう。ありは今日もなんかみんな、誰かが楽屋でアリの話するとね、誰かがこの歌を歌い出すんですよ、アリの歌。脳内で歌、おお、この歌知ってる人がいる、嬉しい。わーい、走ってますか。やったね、あ
ファンデーションガタガタ言ってる、はい、もう一回見せとこうかな。さっきも見せたけど、ちょっとみんなに、だってさ、メイクさんがたくさん編んでくださったから、ちょっともう一回見せとくね。さっきも見せたんだけども、見てください。見えてるのかな、見えてんの、見えてないの、見えてますかね、見えておる。頭皮をね、頭皮は見なくていいんです。え、頭皮見えてる？嘘じゃん、恥ずかしいじゃん、そんなの。感じまで見せちゃったな。いやー、ごめんなさい、つむじは見せる予定じゃなかったよ、本当。今日前髪はアイロンせずこれでした。ダルさん、かわいい、ありがとう、イエーイ。どう見えてんだろう、みんなに。頭皮超可愛い、頭皮のファンが生まれてしまった頭皮のファンの方、公園とか来ても頭皮はなかなかパセリが後ろ向かんと見えんな。でもなんか今日なんかここにね、いたんですよ、ちょこちょこ。いやそう、焼き鳥部屋、本当に持つと余計焼き鳥に見えてくる。美味しそう。みんな焼き鳥は何がおすすめですか？私あんまり焼き鳥を食べに行くことなくて、スーパーとかコンビニにあるようなさ、鶏皮とか、あの豚バラとかしか分かんないんだけど、何がおすすめでしょうか？クロさん、かっこいい、ありがとう。何が良き？え、せせり気になってた。パセリっぽくて、なんかパセリっぽいなと思って、せせりっていう文字を見るたびに親近感湧いてたんで気になって。ぼんじり？砂肝？砂肝ってあのコリコリしてるやつですかね。いつか公園で、なんか最近の公園、なんかこの間いつだったっけ、公園でなんか今日はみんなも知りたがってるみたいな、動物、みんなの好きな動物発表していきますって言ったから、いつかなんかありそうで怖い。今日はみんなの好きな焼き鳥を紹介しますみたいな、どうしよう。みんな絶対さ、そんな知らないからさ、10代の子たちとか、鶏皮です、豚バラですみたいな、なりそう。桃です、ももちゃんとか、やっぱりももですって言ってそう。ほいしょ、ほい。そのもも、ももが好き、もも、そのもも、ももが好き。ああ、塩か、塩か、タレ派か。え、私塩だな、豚バラ塩ですね、塩派だけど、でもたまにタレもいいよね。でもタレがあるならご飯いっときたい。いや、塩かな、やっぱ豚バラの塩。いやー、でもなんかそれを超えるものがありそう、私の知らない世界に。焼き鳥、焼き鳥、なんか急になんかめっちゃさ、マニアかなみたいな人いたらどうしよう。希少部位のめっちゃさ、もうファンの人でも知らないような希少部位とか言い出したらどうしよう。どこどこ、どこどこ牧場で育ったなんとかのみたいな、餌はなんとかでってこだわっています、藁はなんとかで。そう、私もカロリーで塩にしちゃうでハマりました。お祭りとか、お祭り行ってもあんまり屋台で買わないんだけど、買うとしたら
ベタバラかな、お母さんとかといてた時はお母さんが買ってくれてたから、そういう時は豚バラにしてました。でも最近お祭り、焼き鳥屋さんなさそう。お祭り自体がないか、ないか。え、とんかつは塩だよ。私も塩、絶対塩。でもね、あの神戸のコンチェルトでロケで食べた、あの放送されないでおなじみのあのロケで食べたクルージングディナー出てきたお肉、あの目の前でフランベされた炎がブワンってなるお肉を食べた時にわさびがついてきたんですよ。めっちゃ美味しかった。めっちゃやばかった、ふわーってなりました。美味しかった。開いたからもなんか音程だった、恥ずかしい。めっちゃ美味しかったです。また行きたいな、行きたいな。四国が、四国がツアー、四国でツアーするならマイカ食べ歩きツアーしましょうよ。しない？スポーツと運動をするっていうツアーしない？ジュークハートありがとう、100個ありがとうございます。私指ハートめちゃめちゃ下手くそかもしれん。なんかソラハさんのブログかなんかで指ハートしてるのを見たんですよ、ツイッター、ありちゃんさんとのプリクラみたいな。めっちゃうまくて、でも私下手っぴかもしれん。指が長いんかな、ソラハさん。あんまうまくできない。どうやるんだろう、正解は。合っておる？え、こうじゃないの、絶対こうだよね。ともちさん、アイスありがとう。ほら、え、絶対指長いわ、そらはさん。だって私がなんかやったらナイキみたいになるもん、ほら。あ、みんなから見たら逆か、こっちか。ナイキみたいと思う、私の指ハート。指ナイキ。ジョニーさん、疲れ。ありがとう、スタンプありがとう、こちらこそ。え、でもソラハさんの人差し指よりもっとビョーンってありまして。指ない気はやばい。そのうちニューバランスとかし、指ニューバランスとかしたらごめんね。あ、シックスとかしたらごめんね。なんだっけ、もうよくヨネックスみたいなやつありますよね、バドミントン部の人がよく入ってるやつ。え、アディダスはやばい。アディダス、あの、え、だいぶあの訓練が必要です、アディダスは。アディダス、あの三角形だよね、難しい。あ、ヨネックステニスか。いや、プーマはもうこれ、これでしょ。やばい、おもろい、おも、なんか面白い、確かに。今日もお腹カキカキしちゃったステージで、でも配信なのにこんなしちゃう。楽しかった、かったけど、頑張らないと。課題だらけだ、僕太郎、僕太郎課題だらけ。頑張るね、みんな、よろしく。なんか触っちゃうんですよね、近くにあるもの。僕太郎、リコちゃんが言うからもう映っちゃう、僕太郎。明日のアーカイブ見ながらまたちょっと反省会始まっちゃう。いやん、そうやってみんな成長していくんですよね、どんなアイドルの方も。よし、映像倉庫でたくさんライブ映像をこれからも見続けたいと思います。頑張る、頑張ろう、みんなも
みんな明日土曜日だね。そうだよ。やっぱさ、自分が立ったのと自分の映像を客観的に見たのとではまたなんか違うんですよ。え、待って、パセリめっちゃガニ股やんって。あのお披露目公演のね映像とかたまに見返すんですけど、もうめっちゃガニ股なんです。あの私がいつも言ってるあの STU48 のこのステップあるじゃん、あの足もも上げするやつ、よくいろんな曲で使われてる、それもガニ股やけど、なんか他の曲とかでもこう足を振り上げる振りとかでも、もうねもうびっくりするんです。わーってなる。わー、私最初こんなんでステージに立ってたのかって、なのにファンの方さ上手だねとか言ってくださってたのかと思ってすごいみんな優しくてよかったよくないけど、だからもっともっとなんか今日の映像とかをこれから先見返して、あ、パセリこの頃こんなステップもできてないのかって思えるようになってるといいなって思います見てください。またいつかお披露目公演があの DMM のアーカイブで見れるようになったら、時々見れるようになるからね、過去のやつか。でももし私が次そういうのがあって選ぶなら生誕とかにするかもしれんね。いやでも今日とか昨日じゃない、昨日じゃやってない、昨日は公演なかった、この間の公演とかもいいかもね。パセリ推しの方ぜひ見てください。まつげ今日も上がってます。コンシーラーもね、結局ね、そうコンシーラーはさ新しく買ったんですよ私。なんか使ってるコンシーラーが拭いても拭いても液漏れしてくるから、こうやって袋に入れて持っていきました。ちゃんと買ったのに、このパレットタイプのやつこぼれないように、買ったのにさこういうやつメンバーが使えるのいいなと思って、なのでもう今日はこれ使いました。もうこれね、もうやっぱこれカバー力はこれしかもうダメだ、私の最強のクマを隠してくれるのはこのコンシーラーの組み合わせだけです。ごめんね、一回見捨ててしまって、この最初にこのピンクでちょっとクマを落ち着かせた後に肌の色に合わせるためにこの明るい色を塗るとめっちゃいい。そう今日も漏れてほら汚い、拭いても拭いてもこれなんです。困っちゃう、こうやって入れて出てます、クマ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 僕、あー歌っちゃうとねえダメって、歌ったらダメってさ、配信始まってすぐに勉強した、ダメだよ。ふくちゃん入ってありがとう。僕はクマを歌いたくなっちゃう、配信始まってすぐも歌っちゃってさ、みんなは聞いてないふりをしてくれたのにまたさ言おうって言っちゃった、ダメダメ。これは小学校ぐらいの時にみんなの歌でね流れてた。え、なんかこっちなんか、え、なんか、あ、そう、なにこれ、何？車じゃないよ。熊。熊。熊。歌っちゃう。あ、しかも歌詞にエビフライ出てくるじゃん。僕は熊。うわ。伏線回収。伏線回収してるじゃん。テロップの。伏線回収好きだよな私、偶然の伏線回収が多い。こんばんは、エビ。本当はねこうやってねこういう髪の毛にしたかったんですよ、こう
こうやって固めたかったんだけど、なんかさ日暮らしこれでやったらみんなさ気になるじゃん、この形、こういう、あ、なんかパネルずっと髪浮いてんなみたいな気になるかなと思ったからやりました。ジャニーさんオープチェックありがとう。あり、違う、あり、これかなんかさっきより伸びてない、あり、え、なんか変だ。シンさんレインボースターありがとう。そろそろ終わりますかね。みんなもおやすみなさいするよね。ありがとう、金曜日1週間お疲れ様でした。ゆっくり寝てくださいね。昼休みさんバラジェックありがとう。ありがとうみんな。キャベツ、キャベツ、キャベツ見て、キャベツ、キャベツと共に終わろう今日は。そうしましょう。明日浴衣じゃないよ、今日は七並び配信です。ワンさんレインボースターありがとうございます。わーい、浴衣はまだいつにするか決まっておりません。ちょっと予定が分からず、ゆっくりできそうな日に行きたいと思います。ちょっと今月無理かもしれない、もしかしたら。でも予定を見ながらちょっと調整します。キャベキャベ、いちゃんバラ、ダルさんお疲れ、ありがとう。いちゃんコバありがとう。ハトムジコありがとう。元気になりました、おかげさまで。もう皆さん今日の1時間前のパセリを忘れてください。あんな予定じゃなかったの。違うよ、配信始まる前になんか穴だったから、あんな感じでメソってたから、それを思い出して出ちゃったんです、勝手に。気にしないでください。なんならもう去年の12月30日ぐらいの配信のことも忘れてほしいと思ってる。やだ。そういうのは影でするものだ。元気でいます、元気でいる。忘れない、ドゥン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 。 ST の曲は歌えるじゃん。遠くから眺めてるだけなら、わあ、セタンティありがとう。セタンティあと1時間10 20分ぐらいですかね、1時間20分ぐらいでセタンティセット締め切りですので、ぜひ悩んでる方は悩んでみてください。あと1時間20分。ウミガメさんありがとう、スタンプありがとうございます。わあ。じゃあ終わろう。終わるね、ありがとう見てくれて。みんなでお揃いしよう、パセリも着るからね、セルダーティーは。あ、パセリのお母さんに連絡します、今から。
欲しいらしいから私が代わりに買って届けようかな。お母さんも注文しようかな。多分分からんのよね、申し込み方が。じゃあ終わる。ありがとう、公園来てくださった方もありがとうございます。配信で見てくださった方もありがとうございます。まだ見てないよって方もありがとうございます。ありがとう。お仕事の方お疲れ様、学校の方もお疲れ様、みんなお疲れ様、今日生きたみんなお疲れ様。それでは沖さんと他の皆さんおやすみなさい。壇上読んだらフォロー。最後で台無しにする人。最後の一言で台無し、全部を台無しにする人です。これは忘れてください。じゃあ終わろう。終わるね。いきます。13位ともっちさん、12位かわだりさん、11位ひりあすみさん、10位じろくん、9位しんさん、8位くろさん、7位しんちゃんさん、6位ふくちゃん、5位かめさん、4位だるさん、3位リミタールさん、2位ゆうたくん、そして1位おみかんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。泣きましたわ。泣きません。ありがとう。日暮らし、これ日暮らしだから蜂じゃないからハエでもないよ。みんなパセリ配信に来たみんな、コメントしてくれたみんな、音だけ聞いてたみんなも、星集めのみんなもありがとう。明日も元気に生きていこう、そんな気持ちを歌った曲です。聞いてください。いよいよ見てるか。じゃあ終わろ。終わるね。え、私もさ、パンちゃんの髪の毛してみたいから今度する。ちょっと今これしてさ思った、私もあれやりたい、斉藤京子さんの髪の毛やります、いつか。じゃあ終わろ。終わるね。バイバイ。おやすみなさい、皆さん。明日も頑張っていこうね。バイバイ。また明日。バイバイ。